新青年は1920年に創刊され、1950年まで続いた日本の雑誌。発行は白文館。1920年代から1930年代に流行したモダニズムの代表的な雑誌の一つであり、都会的雑誌として都市部のインテリ青年層の間で人気を博した。国内外の探偵小説を紹介し、また江戸川乱歩。 横溝正史をはじめとする多くの探偵小説作家の活躍の場となって、日本の推理小説の歴史上大きな役割を果たした。また巻いつ馬、ま、夢の旧作、小栗虫太郎、久尾獣蘭といった異端作家を生み出した。平均発行部数は3万部前後、多い時は5から6万部に達していたと言われている。また内務省警保局による調査では、 1927年当時、約1万5000部、第18巻第1号が3万部、第19巻第3号が2万千部となっている。日本の探偵小説を語る上で欠かすことのできない雑誌であるが、探偵小説専門誌でもなければ小説専門誌でもなく、現代小説から時代小説まで、さらには映画、演芸、スポーツなどの様々な話題を掲載した。 娯楽総合雑誌であった。博文館では日露戦争後から発行していた冒険世界が対象になって時代に合わなくなったため、編集長となった森下村に今後の方針を任せ、森下らは若い層に向けた新雑誌の構想を立て、写手の意向で地方青年向きの内容で新青年という名前の雑誌として1920年1月に創刊した。 当初は若者の背中を押し海外遊戯を促すことを狙った、ブラジルに移住して新天地を開こうといった類の評論が関東を飾るような硬派な雑誌であったが、森下が主導し翻訳探偵小説を載せるようになると、やがて日本における探偵小説の唯一の発表舞台として不動の地位を築き海外遊戯を奨励する傾向は自然消滅した。 探偵小説は、当時の他の娯楽雑誌ではほとんど扱いがなく、新青年の独自性を高める要因になった。翻訳小説では、創刊号では青年向き読み物の他に、編集局長、長谷川典型の発案で、オースティン・フリーマン、オシリスの目、ウソンによる、セックストンブレイクもの,の紹介を掲載した。創作では、10枚の小編ミステリー小説の検証募集を行った。 1921年1月号では、翻訳6編。8月には、増刊号、探偵小説傑作集を発行し、モーリスルブラン、水晶の線、チェスタトン、青い十字架、LJ ビンストン、マイナスの夜行玉などを掲載。1922年からは、この増刊は、年2回発行された。また募集により、1920年に、八重の潮時、21年に、 横溝正史二22年に水谷人氏がそれぞれ入選する。西田、横溝、浅野玄夫西尾昌夫、谷常次らは翻訳も盛んに手掛け、小堺吹きも探偵小説の研究随筆、翻訳、創作を発表するようになる。編集方針として、翻訳探偵小説と創作探偵小説を大きな日本柱とし、 そこにエッセイやコラムを交えるのが大まかなパターンであった。編集会議では面白そうな提案でもよそがやっていることは却下され、他者がやらないことをやろうという精神が骨格にあった。新しいこと、すなわち現代風をよく表現できるものとしてコラムやエッセイ、レイアウトに着目していた。差し絵画家としては、 総監から間もなく松野和夫が原稿を持ち込み、森下編集長に認められ、差し絵の執筆を始める。松野は1921年5月号で、初めて表紙絵を担当。その後、1921年7月号、10月号、1922年1月号を経て、1922年3月号から1948年3月号まで連続して、 教師絵を担当することになった。探偵小説は意向下であった、江戸川乱歩は、ババコ城に創作作品、2000動画を送ったが読んでもらえなかったため、嘘に送り直して1923年4月号に掲載され、怪奇幻想色の濃い後年の作風とは異なる、論理性の高い探偵小説を続けて発表する。これに刺激を受けて、横溝、水谷の他に、 津野田曲を山下李三郎らが執筆、さらに新人として、河賀三郎、大下うだる、城正幸、渡辺敦志、牧いつ国国枝四郎、夢の旧作などがデビューした。文壇作家では、片岡哲平、佐々木三蔵、平林太子、戸川貞夫、林房夫、佐藤春夫なども、探偵小説を寄稿した。翻訳では、ビリーストン、コナンドイル、 バロネス・オルツィ、アガサ・クリスティ、メルヴィル・デイビスン・ポーストラの探偵小説、その他に、ジョンストン・マッカレー、P.G. ウッドハウス、オー・ヘンリーらのコントが人気を博した。1925年から横溝が編集に加わり、当時のモダニズムを取り入れて、ユーモア小説を掲載するようになり、1927年3月後から2代目、編集長となる。この紙面を、ランポは、 日本語楽雑誌中の最も上級な親身のあるものになりきったと評した。乱歩が1928年8月増刊号から10月号にかけて連載したインジュ獣は最終回の掲載された10月号が売り切れて3冊まで増冊するほどの人気となったが、乱歩は探偵小説以外に重点を置く本誌からはその後遠ざかった。また陰獣の挿絵を担当したのは、 竹中栄太郎であり、これが新青年への初登場となった。1928年10月号からは、ノブバーラが三代目編集長となり、関東漫画がカラーとなり、またバンダインの紹介が始まって、人気となった。この時期には、稲垣たる穂運の十三、浜尾志郎、渡辺圭介なども掲載。葉山吉樹、村山智義らの左翼作家作品もあった。 1929年8月号から水谷一氏が4代目編集長となる。野球好きだった水谷は学生野球の記事の掲載をはじめ、1930年には野球増刊を2回発行する。若者向けにファッション、新刊紹介、音楽辞表、映画界噂話などのページも充実し、1931年には谷崎潤一郎、 武州公秘話の連載が話題となった。1932年には、日田水州、熱球30年、33年は、徳川武聖、暗がり30年、四子文録、西洋食五伝、井上吉次郎、スポーツ社会学、矢部健次郎、マイクロ10年などを連載、創作読み切りとして、小栗虫太郎、完全犯罪掲載、34年は、柳屋金五郎、 金五郎繁大期などを連載、創作で、木木高太郎がデビューした。木木は1936年連載の、人生の魔法で第4回、直木賞を受賞する。また1930年以降では、イブセマスジ、深尾スマコ、うのちよ、吉屋信子、堀達夫、川端康成、安倍友次、岸田国史、室尾再生などを掲載。清沢清の創作。 精神分析をされた女は1929年、掲載。新漫画派集団として、吉田勘三郎、横山隆一、樺島勝一らが1932年頃から活躍する。日課事変が拡大すると、その影響も受けるようになり、1936年に、武藤定一、これが戦争だ、国際小説と銘打って泉谷美子、久野一陽氏、 大会戦未来期などを掲載。翌年は、戦争実録ものを多く掲載し、増刊、輝く、航軍号も発行。1938年1月号から植塚灘が5代目、編集長となる。軍人による陸海軍事局対談の掲載、吉川英治、特急、アジア連載など、戦時色を強めていき、探偵小説は次第に減っていった。 1939年には軍人による国際問題小説、海戦小説と名打たれた作品が増えるが、水谷が編集長に返り咲き、戦争読み物を削って、小説を主とするようになり、特に千円検証で入選した、鳴山総平などの時代小説、横溝、城、久尾縦蘭の鳥物帳などが増加、運の大下は科学小説に向かった。 他に小説では、宇野忍、秘伝義郎や、山手紀一郎の時代小説、岡田製造による戦争の悲惨さを描いた作品もあった。翻訳小説の増刊号も1940年が最後となり、1941年からは読み物欄の名前もカタカナナから漢字の名前に変え、小説や読み物も軍人によるものが増える。1942年には、 用紙統制によって236ページとかつての半分となり、1944年には56ページにまで減る。1945年2月号まで発行し、3月号の見本ができたところで印刷所の共同印刷が空襲で焼かれて発行ができなくなった。1945年10月に32ページ70線で復刊2万部発行。 編集長の横溝武雄が探偵小説嫌いなためもあり、現代小説、ユーモア小説主体で発行。山本周五郎が覆面作家名義で寝ぼけ所長などを連載した。博文館は財閥解体の圧力や大橋新一社長の公職追放などで解散する。1947年9月号までは博文館の発行であったが、その後、 発行書の名義は、江戸タ書房、文との間、白勇者と移り変わっている。1948年4.5月合併号から、高森英二が、編集長となる。1949年に、横溝聖史、八つ墓村の連載が始まって、探偵小説職を取り戻し、江戸川乱歩、探偵小説30年、ついで、山田風太郎、島田和原新人や、 木の足兵、林房さを、船山薫の探偵小説も掲載されるが、探偵小説雑誌としては、宝石、ロックなどの新雑誌が中心となっていて、経営は改善されず、実売も1万部に満たなかった。1950年1月8日、正月恒例の木木、高太郎邸での新年会が、この年に限って、白遊社で開催された。出席者は、木々、高太郎、 大坪砂を、長瀬三五、宮野、村氏、岡田社知彦、氷川ワ本間玉よ。一度揃うと、神楽坂の小料理明らくに連れて行かれ、高森編集長が、今日は、座談会であると切り出した。いわゆる抜けだ座談会事件で、新青年1950年4月号に掲載された。これに、本格派の作家たちが激怒、反論し、また本格派作家のが上とされた。 雑誌、宝石編集部が怒り浸透に達した。この事件のわずか3ヶ月後、1950年7月号で、新青年は週刊となった。なお、週刊号は常日の通り1950年7月号だが、その後に、東京鉄道局旅客化編、山の旅案内コースと賃金というガイドブックが、名目上、新青年の7月増刊号という形で、 発行されており、形式的には、こちらが最終号である。内容的には、本紙とは、全く無関係なガイドブックで、流通の都合から、雑誌増刊号という形式で出されたものと、考えられている。本の友者より1990年から2003年に、かけて、合本復刻されている。森下宇美よ小水聖子信原県水谷等し。 植塚貞尾水谷仁志横溝竹雄高森栄治、あ行家業作業単行な行は行ま行,行や行ら行は行、変化する生活様式に応えるように、1929年1月号からファッション欄であるワニテイ、フエヤが設けられた。モダンボーイ、モダンガールのおしゃれ、伊達、流行などを扱った。また、ファッションに限定せず、映画、音楽、ダンス、 ビールの種類などに至るまで流行の最先端が紹介された。ワニテイ、フエヤは翌年1930年からボガンボグと解題された。ここでは洋服の基礎知識と世界の最新モード情報を紹介した。コラム内ではアンサーズ、アンサーという読者から質問を募集し、市場で回答する欄もあった。執筆は服飾評論家。 作家の中村慎二郎が1932年まで担当し、自らグラビアにも登場している。1986年に創立された新青年研究会では、雑誌、新青年やミステリー、モダニズム、大衆文化、文学などを研究しており、例会が月1回程度開催され、帰還し、新青年趣味が発行されている。世田谷文学館では開館記念展、 横溝正子と新青年の作家たちが1995年4月1日から5月7日まで開催された。また、2019年10月12日から2020年4月5日には、コレクション展、新青年と世田谷ゆかりの作家たちが開催され、横溝正子、小栗虫太郎、運の13などの関連作品が展示された。ミステリー文学資料館では、 特別コレクションとして、新青年400冊を極美本で所蔵しており、開館10周年記念行事として、館内展示、新青年の作家たちを行った。群馬県立土屋文明記念文学館では、2019年4月13日から6月9日まで、第104回企画展、ミステリー小説の夜明け、江戸川乱歩、横溝正子、渡辺圭介、 渡辺敦氏が開催され、雑誌、新青年と、群馬県渋川市ゆかりの渡辺圭介やその弟、渡辺敦氏などが紹介された。熊本文学、歴史館では、企画展、新青年創刊100年編集長、犬井新一郎と、横溝正子が2020年7月17日から9月22日まで開催され、横溝正子や熊本の作家、 犬井慎一郎の自筆原稿、書簡などの貴重資料が展示された。神奈川近代文学館では、2021年3月20日から5月16日まで、創刊101年記念展営に、新青年なるもの、ミステリーファッションスポーツが開催された。神奈川近代文学館が所蔵する、新青年揃い全400冊のほか、新青年に掲載された作品の原稿や創稿。 差し絵言が、関連する実物資料など、約600点が出品された。編集委員は、整形大学文学部教授で、新青年研究会会員の浜田祐介が務めた。ありがとうございます。